ウィリス・エーリーは、アメリカ海軍の駆逐艦。ミッチャー級駆逐艦の3番艦。艦名は、ウィリス・エーリー海軍中将にちなむ。ウィリス・エーリーは、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール、フォアリーバー造船所で1949年11月1日に寄港する。1951年2月9日に DL-4 に、艦首変更され。 1952年1月26日にフィッツヒューエル・バーマージュニア夫人によって浸水。1954年10月5日にボストン海軍造船所で艦長 FH シュナイダー中佐の指揮下収益した。グアンタナモ湾での成長後、ウィリス・エリーは母校のロードアイランド州ニューポートに帰還し、大西洋艦隊での経歴を開始する。 最初の地中海への展開は1955年7月に行われ、第6艦隊と共に作戦活動に従事した。配備はその年末に完了し、ウィリス・エリーは東海岸に帰還し、沿岸での防空演習に参加した。1956年2月、ウィリス・エリーはドミニカ共和国へ向けて出港する。首都のシウダートルヒーヨで開催された。 アメリカの被災点に代表として参加した。その後ボストン海軍造船所での作業が行われ、11月に大戦水艦船を演習に参加する。演習の間に、ウィリス・エイリーは、ロングアイランドのモントークポイント沖で火災を生じた、漁船アグダを救助した。1957年2月、サウジアラビア国王イブンサウードが、アメリカ合衆国を公式訪問した際、彼を乗せ、 ニューヨークに向かった。同月末にワシントン DC へ向かい、ジョージ・ワシントンの誕生日を祝う記念式典に参加した。春には北、大西洋での対戦水艦演習の合間に映画、ウィンドジャマーの撮影に参加した。続いて、夏にバージニア州ハンプトンローズで行われた国際観観式に参加し、秋には NATO の大規模防空。 対戦水管線演習に参加した。これらの演習の間に、ウィリス・エイリーは9月20日に初めて北極圏を横断した。経歴の残りを母校のニューポート沖でのソナー開発試験に費やし、ボストンで定期的な修理が行われた。バージニア・岬沖、カリブ海を及びナラガンセット湾で活動し、1966年11月に、 最終となる4度目の地中海配備におもむいき、1967年5月20日に、ニューポートに帰還た。ウィリス・エイリーは1969年12月19日に、退役、1972年5月15日に、除籍され、1973年5月18日に、ニューヨークのユニオン・ミネラルズ・アンド・アロイ社に、売却、1973年6月5日に、 最後の公開を終え、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。